はい、というわけで、埼玉武蔵ヒットベアーズの新人選手を2人に来ていただきました。よろしくお願いします。どうぞお名前をお願いします。背番号12番の大田です。大田さん、はい、はい、背番号19の長尾ひかるです。長尾さん、はい、お願いします。今年なんかプロ行くかもしれないとか注目の選手ということで聞いておりますが、ご自身の持ち味というかを教えていただきたいんですけど。自分の持ち味はまっすぐとその変化球のコンビネーションというか、はい、スライダーとまっすぐが持ち味です。なるほど、はい、ちょっと待ってください。緊張してませんか？いや、してないです。めっちゃ硬いですよね。まっすぐは何キロぐらい投げるんですか？今42。142。最近では最近142だな。それまでは何キロだったんですか？39です。39。その3キロ何をして上がったって自分で思いますか？あの体重移動、その前までは自分貯めるっていうよりかはもう思い切っていくっていうあれなんで、足上げてからすぐ、はい、まあ、勢いで、それをしっかりキャッチボールなので意識してより力強さを出そうとしました。なるほど、はい、やっぱ先輩方でやっぱすごいピッチャー多いじゃないですか。はい、いっぱい結構アドバイス聞いてますよね、はい、見て盗もうとして見てですんで、はい、変態やん。それちょっと変態ですよそれ。ぜひでも今度はあの投げてるところ見させてください。あ、わかりました。お願いします。はい、はい、というわけで長尾選手お願いします。お願いします。ご自身のアピールポイントはありますか？アピールポイントは、まあ、変化球で、まあ、ストライクを取れるということと、お、まあ、ストレートでも押せるっていうのが。ちなみにストレートは何キロですか？今まだ145。145ですか、はい、145です、はい、早いですね。140、まあ、じゃあ常時140ぐらいですか？まあそんぐらいです、はい、えぐいっすね。変化球はちなみに何をお持ちですか？変化はカーブとカットとスラと縦スラとスプリットとあとチェンジアップとファームですね。7種類ありました。サイン大丈夫ですか？試合の時。あ、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、もう打ち合わせ済みです。マジっすか？めっちゃ、それはもうやっぱ変化球研究するの大好きっすね、やっぱり。まあ、なんかネットで見て、ネットで見て握って、あ、いけたいけたみたいな。で、じゃあスライダーの方はやっぱ翔平 TV の方を見て学びましたか？学びます。そういうことにしましょうね。はい、学んだってことにしましょう。今日はちなみに登板のご予定は？いや、今日はないです。今日はないです、はい、じゃあ今度楽しみにしてます。はい、というわけで、本日来ていただきました太田選手と長尾選手でした。ありがとうございました。ぜひ埼玉ヒートビアーズの試合を見に来てください。翔平 TV のチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。OK です。風切らなければいいんだ、上さん。長いよ。試合前のアップとかと宮野原たける TV を、あ、150投げたってこの間言ったんですけど、一応球場のガンじゃないですけど、あの後ろで測ってるんですガンで。すごいっすよね、150って。なんか8キロアップだなんとかって、ね、鶴さんが言ってました。オールランっていう時は42ぐらいで、こっち来て徐々にこう上がってた。特にやることは変えてないんですけど、まあ、なんていうんですか、意識をやるんだっていう、死ぬ気でやるっていう、まあ、1年って決めてきて、で1年経ってダメで、で2年目突入して、もうこれこそ死ぬ気でやんなきゃっていうことで、今まで通りのメニューをちゃんとこう継続してやり続けたら上がってるか、特に特別なことはしてない。しないですか、はい、すごい。足長いんですよ。いやいや足多分足長いからあるよね、見えるよくその長さで数えてくれる。肩ありは僕の方があるかもしれない。あ、ありがとうございます。脂肪って形。どこの筋肉を意識してるとか。いや、もうここっす、体幹部分。体幹、ここを永遠とトレーニングします。これも体幹で投げる。これが振るぐらいの、いや、すごいすごいすごい。あれ簡単にやってるけどめちゃくちゃ、これ3キロ3キロ3キロ。これどこに売ってる？アマゾンで買えますか？アマゾンで買えます。やりますちょ醤油。じゃあお願いします。いいですか？どうやるんですか？まず
はい、トラさんに教えてもいいですか。表面に立ち上げて、あと引いて、ほう、体幹で投げる、横だけ、腕じゃない、はい、飛んでる、おお、あとここのちょっとこのタイミングを利用して前に行ってる感じ、そうっす、音が違う、音がなんかここを締めた状態で、それがいて、こう体ごと向かないように、こう、そうです、そうです、あ、そうですね、音が違う、音が音を聞いてよ、そう、伝わるかな、これ難しいですか、難しい、それじゃ違う、いや、手加減してんだよね、体感で手加減してんだよね、多分ね、手加減してんだよ、この画体だったらもっとなっていいやつ、正直140キロは出るからね、腕の力は全く使わないです。ダメだ。すごいわ。音全然違うね。全然違った。ペンみたいな。うん、バチーンと音するんだけど、なんかボスみたいな。こういったトレーニングを、まあ、この10種類以上あって、はい、これを、まあ、週3、4で、ちゃんと1年間続ければ、絶対急速が上がるな。なるほど。そうでしょ？メニューです。ちょっとアマゾンじゃ早めに行こう。そうね。これ購入して。買うしかないです。でもウェイトトレーニングとかは？あ、まあもちろんしますけど。うん、まあそんなにあの重要視はします。師匠。師匠。師匠の音も取らせていただきますか。師匠の。これはならない。音は。あの正面のやつ。今これだけ。はい。これできないですか。マジでできない。すごい、すっごい、グラグラしてます、すごいね、これ倒れちゃダメなんですもんね、グラグラした、どうですか、ここで捉えながら、そうですね、音入るの、なんか地面からちょっともう一回、先生あと声大事です、声大事、声だよ、声、声でごまかせ、声今の一番いい、今の一番いい無理っす、できたら出ますか、もう出るらしい、あ、そうなんですか、じゃあ38は、あ、じゃあ45です、45、右の方がやっぱ、え、両方やった方がいいですか、ピッチャーの方が、だってすごいね、週3毎日やってください、週3毎日壁探します、じゃあまず壁を作ります、家の壁を、あのモンタナスポーツの前の看板の壁でやろう、見せてこれ、このでもその状況で138ってたら相当速くなるぞ、マジっすか、なるかも、やったじゃん、150キロプロジェクトじゃしよう、そうっすね、あと肩を直したいっすね、まずね、まずね、肩を直したいっすね、なんかまたもうすごそうなのやってるよ、あ、これいった、はいはいはい、取らせていただいてもいいですか、あっちの方がすごいです、何キロあるんですか、あのボール、ソフトボールぐらいですか、あれ、あれ3キロ、3キロあんの、さっきと同じですか、3キロですか、あれ3キロ投げてんの、いや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 、軽いでしょこれ、軽いやつだよ、軽いやつ軽いやつ、絶対無理っす、バスケットボール、あ、バスケットボール、3キロです、ほんと3キロ、え、ほんとに、えいえい、12、あっ、勝ったすごっ、どこぐらいやってます、いや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 、いや、これコツは何ですか、コツは、わかんないです、全身です、全身って感じですか、でもさっき、ちょっと行きます、さっき学んだじゃん、声が重要なんだよ、声、声が重要だから、普通にこう投げればいい、そう、声が重要だから、あー全然いかんすよ、すごいよ、いや、十分すごいと思う、いや、全然ですよね、すごい、さっきよりめっちゃ伸びてますね、おお、
どこに意識があるんですか？いや、体全身に使って見えれば。あ、じゃあ逆にどこも意識しないぐらいの感じで。意識するってならはめるっていう、ここにはめるっていう。ああ、なるほど。じゃあ少し骨盤を前傾させるようなイメージで、お尻を出すような感じですね。おお、自称150キロです。150キロ。自称。まだ見たことはないです。そうですか。またなんか面白そうなやってるよ。これ。一番のポイントはチューブがあることで、まあ、自分体一つで出せない出力を体に覚えさせるという練習。じゃあ、 あの助走をつけて投げて150キロ出したりするのとか最近あるもんね。そうだよね、フルダウンって、うん、そうね、そういうの大事だなと思います。自分で出せないスピードを、うん、まあ、体に、まあ、日々覚えさせると、まあ、勝手に自分も出るようになるという練習です。うわ、おー、今のいい。めっちゃいい。めっちゃいい。150きた。今バッチリ取れてますんで。しゃい。ああ、いい。これ今年から。あ、そう。練習用で。そうですね。あの、こういう試合前の練習。ああ。BC は。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ、視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、ね、そうそう、多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、また1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いくか分かんない、1万人かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか？チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Yeah.